並木正義は、日本の政治家。衆議院議員、環境大臣政務官、内閣府大臣政務官、埼玉県議会議員、所沢市議会議員等を歴任。埼玉県所沢市生まれ、東方高等学校、埼玉大学教養学部、国際関係論戦高校ス卒業。1973年、大学を卒業し、丸井に入社。 1976年、所沢市議会議員選挙に出馬し、史上最年少の29歳で、初当選。新自由クラブを経て、自由民主党に入党し、所沢市議会では、議長も務める。1991年、埼玉県議会議員選挙に出馬し、当選。当初は、自民党系会派に所属していたが、後に非自民の保守系会派、綾野国、フロンティア、 県民連合へ移籍。1996年、埼玉県議会議員を辞職。第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で、埼玉パックから出馬し、当選した。1997年の新進党会党に伴い、改革クラブの決闘に参加。同等事務総長を務めていたが、2000年の第42回衆議院議員総選挙において、埼玉パックで、 民主党新人の木下厚氏に赤敗し、落選。改革クラブの政党用件創室に伴い、2003年の第43回衆議院議員総選挙では、埼玉パックから無所属で出馬したが、自民党新人の荒井正則、民主党の木下厚氏の後人を廃し、得票数3位で落選の4人が立候補したが、並木以外の3人は全員当選した。しかし、 新井は当選後、新井陣営に参加していた所沢市議会議員による有権者への買収が発覚し、公職選挙法違反で逮捕されたため衆議院議員を辞職。そのため並木は埼玉パックの補欠選挙に自民党に復党した上で出馬した意向を示したが、自民党は公募により柴山雅彦の擁立を決定。並木は復党承認。 今後の選挙での応分の処遇を条件に自民党から出馬自体を求められ承諾。立候補を見送って柴山を支援し選挙後に自民党に復党した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では比例北関東ブロック単独で出馬し5年ぶりに国政復帰を果たした。当選後は森派に所属。2007年安倍改造内閣で 環境大臣政務官に任命され、福田康夫内閣でも再任された。2008年の福田康夫改造内閣では、内閣府大臣政務官に就任し、麻生内閣まで務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙では再び、比例北関東ブロック単独で出馬するが、落選。2011年10月、所沢市長選挙に無所属で出馬したが、落選。 なお自民党は、並木ではなく、並木より後に出馬を表明した、埼玉県議会議員の藤本正人を推薦。藤本は、並木や現職の大麻義子所沢市長を破り、当選。2012年11月20日付で、自民党を再び離党し、翌日、日本維新の会の第3次公認発表の中で、並木の公認が発表された。 出馬する予定の選挙区は、以前にも出馬経験のある埼玉パックである。同年12月、埼玉パックから立候補するも落選。2014年6月、日本維新の会の文頭に際して、同党埼玉県総支部は総支部ごと、橋本徹共同代表と行動を共にし、2014年9月、維新の同決闘により並木は、同党埼玉県大白支部長となった。 同年12月に行われた第47回衆議院議員総選挙では、埼玉パックからの出馬を見送り、比例北関東ブロックの単独6位で出馬するも落選。2015年10月、所沢市長選挙に再出馬。維新の党のほか自民、保守系主義の一部の支持と民主党の友情応援を得たものの再び藤本に敗れた。2016年1月、 維新の党埼玉旧区支部長に就任。同年3月に結成された民進党では旧区支部長を旧民主党の新人候補に譲り、比例北関東ブロック支部長となる。同年9月、一般社団法人が東新前協会執行理事に就任。2017年、第48回衆議院議員総選挙比例北関東ブロックに、 希望の党から単独32位で立候補し落選。2019年10月6日党開票の所沢市長選挙に立憲民主党など野党各党の支持を得て出馬するも藤本に敗れ落選。2020年に立憲民主党が結成されると並木と小野塚勝利氏が同党の次期衆院選埼玉パック候補に名乗りを挙げたが2021年10月の 第49回衆議院議員総選挙前には、立憲民主党が同区での公認候補の擁立を断念。総選挙には小野塚が無所属で立候補したが、並木は立候補を見送った。ありがとうございます。